鏡山は、佐賀県唐津市にある山である。標高283.56メートル。別名、ひれふり山。東唐津駅のホームから望む鏡山。展望台からの景色鏡山へ登る、ら折りの道鏡山神社頂上は、平坦な地形のため、円形からは、台形の山になっており、虹の松原と並んで、唐津市のシンボルの一つである。山麓から頂上へは、 自動車道路のほか、三つの遊歩道がある。近年、有志により登山用の1278段ある虹の階段も整備された。自動車では、登山口から10分、徒歩では30分から60分ほどで山頂に到達する。頂上部の西側には、鏡山展望台、東側には、ひれふり展望台が設けられている。 展望台からは眼下に広がる二陣の松原や、唐津湾とそこに浮かぶ高島、鳥島、柏島などの島々、さらに、福岡県の姫島、江防市島、愚の島。天気が良ければ、長崎県の域なども望め、この他に、唐津城、市街地、農耕地が織りなす絶景を一望することができる。麓の蓮芸畑や水田は、春から秋にかけて美しいところであったが、 イオン唐津店の進出をはじめ、国道202号バイパス沿いの開発により、景観が失われつつある。また頂上には、鏡山神社、電波塔、ハンググライダーのための斜面もある。山頂の池では、売店で購入した襖などを恋にあげる市民の姿も見られる。5月には、筒子が満開となり、その景観を楽しめる。山頂に山東三角店、鏡山がある。 位置は天の木で知れる。鏡山の名前は、神宮皇后が、山頂に鏡を祀ったことに由来すると言われている。また、松良佐よ姫が、山頂から大友貞彦の船を見送ったという、伝説の地であり、佐よ姫が袖につけていたヒレを振りながら見送ったという、ことから、ヒレ振り山の別名でも呼ばれる。地局住所、唐津市京和座太平6048-1。 地上デジタルテレビ放送送信設備。地上アナログテレビ放送送信設備。ありがとうございます。